続いて4位、新型コロナに感染し1年半経った後も4人に1人が後遺症とみられる症状を訴えていることが分かりました。分析を行った国立国際医療研究センターは、コロナ自体の症状は軽くてもその後長期にわたって後遺症に苦しむことは少なくないとしています。長期にわたって新型コロナの後遺症に悩まされる人が多い中、コロナの飲み薬ゾコーバについて後遺症のリスクを低減させる効果が確認されました。塩野義製薬はゾコーバの治験に参加した人を追跡調査した結果、半年後も咳や喉の痛み、倦怠感などの症状が続く割合が偽薬を服用した人と比べて 45% 低かったと発表しました。また集中力や思考力の低下、不眠などの症状が出る割合も偽薬を服用した人に比べて 33% 低下したということです。はい、数日前にですね、コロナの後遺症の治療薬が出たというニュースを見て、再度自分自身の後遺症を考えてみたいと思います。やっぱり一番怖いっていうのはですね、コロナに2度かかったっていうことを忘れてしまって生活をしている部分があるところですよね。2021年、博多万葉の湯で無差別テロによるコロナ菌攻撃ですかね、1度目の感染、そしてその半年後に2度目の感染、2022年の3月ですね、韓国内で感染いたしました。その後はだましだまし生活はしておりますが、やっぱり一番大きいのは倦怠感ですよね。あとはやっぱり、体全体の張り、動悸、脱毛、顔電全体へのシミ、記憶障害、認知障害、まあ先ほども言った倦怠感、筋肉の低下、あとはやっぱりあれですよね、非常に最近は悲しいニュースなどを見ると自分が生きている存在価値などを考えるようになりました。そうですね、やっぱ治験経験者として、偽薬プレーセボ、そして本物を駆使してこれくらいの改善率があるというのは、期待したいと思います。ただ根本的に治療できるかは分かりませんが、死ぬまで後遺症と向き合っていくつもりで頑張ってみたいと思います。それでは頑張ります。